さあ、では続いてのお便りに参りましょう。ラジオネームポカリさんからいただきました。モフくんとエイトさん、こんにちは。こんにちは。いつも動画拝見しています。モフくんとエイトさんの会話を聞いていると、本当にエイトさんがヤンキーではないのかと思っています。ちょっとヤンキー風に喋ってみてくださいということで。いや、待って待って、エイトさんがヤンキーではないかと思わないでください。はいね、やっぱり何ヤンキー、あの世論はあなたはヤンキーです。え、違いますからね。何ヤンキー風って何、まあ、ヤンキー風にちょっと喋ってみてくださいよ。ヤンキー風の喋り方あんの。わかんない、なんか先行とか。あー、え、先行は言うでしょ。いや、ちょっと喋ってみてください。え、ちょっとヤンキーじゃないからわかんないんだけどな。じゃあ、わかった、自分の中のヤンキーはこれだっていうの。あー、はい、じゃあ、エイトさんの自分の中のヤンキーはこれだまで、3、2、1、どうぞ。おい、先行、もう授業やめね。怖っ。怖っ、結構怖かったけどね。授業やめようぜ。なんか机の上に座って言ってそう。うーわ、クソ偏見。やば、悪女だ、悪女。おわ。いや、ちょっと思った。机の上に座ってさ、片方の足机の上に上げたりとかして、おいって。なるほどね。はいはい。いや、ちょっとね、ちょっとやりそう。ちょっとわかる。だよね。いや、もうね、容易にね、あのエトさん、あのなんだっけ、あのキャラクターのあのエトさんが足めっちゃガンってつけて行ってそうなイメージある。うわ、ちょっとイメージできるからやめてほしいわ。多分ね、今ね、これ似合うな、エトさん。これ聞いてる人のね、大体半数くらい思い浮かべてるから、もうマジ、うん、もうね、いや、これであれ違うんだけどな。いやもうこれでエトさんはヤンキーキャラ確定です。違うんだけどな、ね、今後の動画に反映されていきます。いや、しないでください。いや、あの、わかんない、もしかしたらね、どっかでなんか企画でやるかもしんないし。やば、ヤンキーキャラになっちゃうよ、そんなことしたら。いや、ちょっと企画作るか、じゃあ、ヤンキーの企画。やばすぎ。いや、でもさ、あの、エイプリルフールで私、元ヤンでしたみたいにツイートしたじゃん。うん。あれがね、一番いいね数多いんだよね。どういうこと？マジで。やっぱあなたヤンキーじゃないですか。ヤンキーなのか？もう、やっぱ。もしかしてヤンキー？やっぱヤンキーだよ、あなた。ということでね、あの、今回のラジオ全体を通して、エイトさんはヤンキーであるということが。判明いたしましたということで。まあそんな感じでいいんじゃないですかね。そうね。はい、ということで、エツさんはヤンキーでした。いや、モフ君もメガネでした。